皆様こんにちは。チーム沖縄で活動をさせていただいています、朝とと申します。まず、初めに、本日、このような場で、発言の機会を与えてくださいました、沖縄対策本部様、各関係者の皆様、本日ご参集くださいました皆様に、お礼を申し上げます。我々チーム沖縄は、保守活動というか、自分たちが、沖縄を守るために、日本を守るために、必要なことを考え、自分たちのできる限りのことを、やらせていただいています。先ほど森田の話にもありましたように、例えば、一般の方に情報を知っていただきたいなというものに関して、街頭に立って、街宣活動をします。チラシも配りますし、必要があればそのポスティング、いろいろ、各家庭を回ってそのポストにチラシを投函していったりとか、あとこういう集会などがあったら、そのボランティアのスタッフとして、ちょっと手伝わせていただいたりとか、ブログにそういう情報をあげたり、いろいろもうできることは何でもやろうということでいろいろやらせていただいております。最近で言いますと、一番、最近だと、先日ですね、7月の末ぐらいになりますが、竜の柱というのを建設しようという計画がありまして、これご存知の方もご存知ない方もひょっとしたら多いのかなと思いますが、沖縄の、若狭地区、というところがあります。ここは那覇空港から、沖縄について那覇空港から県庁に向かって道が一本つながっているんですけども、その玄関口に、一括交付金、沖縄に降りている振興費のうちの一括交付金を使って中国の、イメージした竜のシンボルの柱を2本、15メートル、これを2本建てようという計画が今あります。で、冗談じゃないと。まず沖縄に来て観光客の人が見たいのは沖縄らしさであって、中国をイメージした柱なんか誰も見たくないはずなんです。で、もちろんですね、僕らからしたらこれは中国の工作じゃないかとか、例えば今琉球はもともと中国の領土であったというような話も中国もしだしてますし、琉球独立派なるものが知事選に出たりとか、その独立パレードみたいなことをやったりしている状況があります。その中でこの竜の柱というものをやられると、これは完全に沖縄が中国のものであるというそういうプロパガンダに利用される。もちろんこれは大事な視点ではあります。ここは国民みんなで本当に共有したいことではあるんですが、やっぱり普通の人たちにいきなりこの話をしてもですね、どうしても伝わらないというか、そもそもそういう話に興味がないような人はもうその段階でちょっと重くなってしまって話を聞いてくれない人が結構いるんですね。なので、そのことも訴えつつ、街頭では、特にその一括交付金の使い方としてこれはどうなんだと、税金の無駄なんじゃないかっていう話に一応重点を置いて、いろいろ、お話をさせていただきました。我々チーム沖縄だけではなく、いろんな有志の方が協力してくださって街頭で広く訴えをすることができたんですが、この、話の中でですね、ついその若狭地区に住んでるという方、女性の方が声をかけてきてくださいまして、でそのちょうどタイミングよくというか、その前の日に、その工事のお知らせが入っていたと。でそのチラシを持ってて、でどこかで僕らがこの凱旋をやることを知っていただいたようで、わざわざそれを店に持ってきてくれました。で若狭の住民は誰もこんなことを望んでない、ぜひ頑張ってくださいと、で違う男性の方からも声をかけていただきました。で、こういう活動を通してですね、訴えたいことも確実に広がるだろうということがあります。で、あとその前に、やらせていただいたのが、6月23日、慰霊の日にですね、首相も来たりとか、沖縄にとってこれも大切な日になるので、慰霊の日の行事というのがいろいろあるんですが、毎年
自衛隊の方がですね、その摩文仁の丘にある黎明の塔に参拝をされる。これすごい左翼の人たちが反対して騒ぐので、すごく朝の早い時間に行ってるんですね。もう朝の4時とか5時とかぐらいにやってるんですけども、そこにも左翼の人が出て行ってその抗議活動をするということがありましたので、これは良くないと。また、みんなで集まって3時起きですね、4時に現場に行って、ちょっと話が長くなってしまうので、まあ、方法は割愛しますが、結果その活動のおかげでその反対派の方々は、その自衛隊の方が参拝をしている間、一言の抗議の声も発することができず、横断幕の一つ掲げることができず、すごく静かな環境で、自衛隊の方に慰霊をしていただくことができました。時間があれば懇親会なんかで、まあ、どういうふうにしたのかっていう話をちょっと、まあ、聞いていただければなと、思います。で、まあ、こういう活動を通してですね、やはり日本を守りたい、で沖縄を守りたいと、今日のテーマが祖国防衛の砦、沖縄死守の誓い、その中で今日、明日ですね、終戦の日、本日僕は靖国神社に初めて参拝させていただいたんですけども、ほんの数年前まで僕も何も知らないのんこりのどちらかというと、ちょっと左がかった考え方を持ってました。まあ、あるきっかけで今までの考えはちょっと違うんじゃないかなっていうことに気づいて、こういう活動に入ってきたわけなんですけども、やっぱりなんでそうだったのかっていうと、まあ、教育の現場でもですね、テレビや新聞、マスコミなんかの流す情報、沖縄戦でもそうだし、その大東亜戦争そのものについてもやっぱり否定的な話しか、僕たちは聞いてきませんでした。今年僕は37になりますが、気づくのに30をちょっと過ぎるぐらいまでかかってしまった。ちょっと転勤で東京に4年半ほど暮らしてたこともありますが、その間に靖国に来ることは僕はありませんでした。そう行こうという意識すらなかったんです。ただ正しく歴史を知り、その方々が何を守りたかったんだろう、何を残したかったんだろうということをもっと早く聞いていれば、自然に東京へ行ったら靖国に行こうって思えたのかなっていうふうに、考えています。僕は時間がかかってしまいましたけども、まあ、今その知らない若い人たち、これから僕らの後を継いでいってくれる子どもたち、その子どもたちにそんな思いはさせたくないなって思ってます。この英霊の方々のことを考えると、まあ、ご紹介しようと思ってちょっといろいろ持ってきたんですけども、ちょっと時間もありませんので、ちょっと一節ですね、先ほどお話に出た大山慎吾ネギにちょっとお話を伺ったことがありまして、その資料をちょっと一部持ってきたんですが、鉄血勤皇隊の小戸宗一の御子と、沖縄県立大中学校4年生陸軍の上等兵です。昭和25年6月15日に摩文仁にて戦死されました。その方がですね、ご両親様どうか健在であってください、私も今度鉄血勤皇隊に入り、今日の沖縄に上陸した敵と戦います、毎日私が戦死した時はよくやってくれたと思って、決して嘆くようなことはしないでください、父上の病気も一日も早く回復なされて再起奉公をなされてください、そのことをお祈りいたします、母上も父上を激励されて回復させてください、最後にご両親様のご健康とご発展等を祈ります、さようならという、遺書、お遺書をですね残しております。で、和歌を読まれていて、三輪たとえこの沖縄に発るとも、七度生まれて敵滅ぼさん、こういう句を、残されております。今日話、どういう話をしようという考えるときに、ここを読んでいてですね、やっぱり日本人だったんだなっていうふうに、しみじみと、感じました。
で、それは沖縄で赤血球の体であるとか、ヒメユリをはじめとしたその女学生たちだけではなく、北は北海道から、鹿児島までですね、日本全国から沖縄を守るために駆けつけてくださった皆様もやはり同じお気持ちであったんだろうと思います。本当に数がたくさんあっても全ては紹介しきれないんですけども、ちょっと句の一節だけ。翼散り操縦艦はおるるとも、求めて山地沖縄の海、こういう句を残されている方もおられます。そして優柔館の話になると有名なのが花嫁人形のお話ですけども、その花嫁人形、佐藤奈美さんという方が参加された息子さんに、嫁を取らせてあげたかったということで奉納された花嫁人形の話、その佐藤武市の命も沖縄県の本島高知にて、戦死をされています。本当にたくさんの方々が、我々の先輩たちが沖縄を守って、日本を守ってくださいました。で、この活動の原点ってやっぱりそこだと思うんですよね。その方たちが何を守ろうとしたのか、そこへ思いを馳せることをなしにこの活動はやっていけないんじゃないかなって思ってます。もちろん平和な時代に生きている僕ですから、正直に申しますと、例えば今この場に戦場へ行けと、死んでこいと言われて行けるかなって考えたら自信がありません。正直に申し上げます。その散った英霊の方々が何がすごいのかっていうと、その方々は生まれつき勇猛果敢な精神を持って生まれてきた超人だったわけじゃないんです。戦争がなければ今の我々と同じように休みの日には友達と酒を酌み交わしたりとか、恋人とデートをしたりとか、一生懸命働いて家族を養って親御さんを大切にして、そういう人生を歩んでいたはずの普通の方々、超人でも何でもない本当に普通の方々が、ここにある詩春を誓いてありますが、文字通り視力を振り絞って我々にこの平和な日本を残してくださいました。その気持ち完全に分かるとは言えないかもしれないけども、万分の一でも千分の一でもほんのちょっとでもその志を引き継いでいけたらっていうふうに、考えています。すいません、ちょっと泣かないように、しようとは思ってたんですが申し訳ありません、時間もだいぶ、押してきていますので、この辺で終わらせていただきたいと思います。もっとお話考えてたことがあるんですけれども、後で懇親会の時にでもゆっくり皆様とお話できればなと思っております。で、最後に、締めくくりの挨拶としまして、この当時を知る敏子おばあちゃんたち、その当時の日本の兵隊さんの方々をよく知ってる方は、英霊だとか軍人さんとかじゃなくて、親しみを込めてですね、兵隊さんっていうふうに呼びかけられるんですね。すごいあったかい言葉で、その当時の住民とその兵隊さんがどういう関係だったのかっていうのがすごくわかるなって、思いますので、ちょっと僭越ではありますが、それに倣って、お礼の言葉を述べた上で締めくくらせていただきたいと思います。兵隊さん、ありがとう。